第24次暴動西成暴動とは、大阪府大阪市西成区のアイリン地区で、日雇い労働者が起こした暴動の総称、鎌ヶ崎暴動とも言う。暴動の現場となっている、アイリン地区は、東京の山野などとともに、土屋街として有名な地域である。日雇い労働者の労働条件は、決して良くはなく、手配し及びそれらを束ねる。 暴力団などにピンハネされるなど、鬱石した感情が高まっており、暴動発生の温床となっていた。最初の暴動は1961年に発生している。その頃の暴動は、ある意味、自然発生的な暴動事件であった。そして1970年代に入ると、日本の震災翼が、旧民革命論を掲げて土屋街に乗り込み、日雇い労働者を先導するようになった。 第9次暴動から第21次暴動までの13件の暴動は70年代前半に集中している。その頃になると先導者による計画的な暴動になってきている。1973年6月の第21次暴動を最後に17年間の空白があったが、1990年に第22次暴動が発生した。 平成時代に入って日本で起きた最初の暴動事件であった。1992年の第23次暴動から16年、たった2008年、第24次暴動が発生した。ありがとうございます。